さあ、オリックスですけれども、皆さん今日の試合は見ましたでしょうか。今回はですね、今シーズン第133試合目、9月の25日、西武との試合についてお話をしていこうかなと思います。まあ今日、明日とですね、オリックスルーキーが、先発をするとこういう試合でしたけれども、今日は曽谷投手が、まあ、登録をされて、先発という流れになりました。まあ対するね、西武は、宮川投手が、先発ということで、早速ね、試合が行われた、わけでございます。消化ゲームにも、まあ、なっているということですけれども、オリックス素晴らしく4対3で勝利をすることができたという展開でしたので、早速ですね、今日の試合について、ポイント別でお話ししていこうかなというふうに思います。でまずスタメンですけど、ご覧の通りということで、1番中川圭太が戻ってきたということで、森選手の前にね、まあ持ってくるということで、なんだかんだでね、めちゃくちゃ強い打線に、なってるのかなというふうに思いましたけれども、1から7番8番9番全部ね、まあ、非常に、繋がった打線になったんじゃないかなというふうに思いました。まあ、気になったのはね、4番レフトで T 岡田、そして3番ファーストセデーニョということで、かなりファイヤーな、まあ、布陣だったわけですけれども、早速ですね、今日のポイント、1つ目からお話ししていこうかなと思います。でポイント1つ目、1回の表ですけどね、曽谷投手の立ち上がりということで、ワンアウトから源田選手に、そして2アウトからは栗山選手にですね、それぞれセンター前を許して1塁3塁という状態になりました。まあ、好調のね、佐藤選手をレフトフライで抑えるということで、初回ね、無失点で切り抜けたんですが、まあ、曽谷投手に関してはですね、まあ、どのピッチャーにも言えるんですけど、フォアボールじゃなかったらいいよということで、打たれる分には全然問題ないと、課題になるんでね、また下に持ち帰ればいいということなんですけど、問題なのは、打たれた時にその打ったバッターをあまりに意識するのかというのと、出たランナーをですね、すごく意識して、バッターへの警戒がないがしろになってしまうと、まあ、ちょっと良くないのかなというところだったので、この打者と走者をいかに無視できるかというところを個人的に注目してました。まあ、要するにもうそんなん関係なくてですね、思いっきり打たれようと、ランナーがいようと、もうえげつないボールを持っているボールをね、どんと投げ切れるかどうかっていうところでしたけど、初回に関してはですね、相手のバットを、拾ってそのままベンチに変えるという余裕の、感じも見せていたので、まあここは大丈夫なのかなというふうに初回に関してはね、思いましたね。そして今日のポイント2つ目ということで、冒頭でもスタメンで言いましたね、ファーストにセデーニョ、そしてレフトに T 岡田ということで、まあ、試しまくりの布陣ということですけど、個人的にはね、曽谷投手がランナーが出た時に、セデーニョに対して牽制をするのか非常に注目してましたが、今日の試合に関しては残念ながら、セデーニョの守備っていうのはなかなか見ることができなかったんですが、まあもう塁上にいるだけでね、完全にも守備が苦手ですと言ってるような動き方を、していたなという感じでございました。そして今日のポイント3つ目、2回の表曽谷投手落ち着くということで、外崎選手、そして山野選手、柘植選手をね、まあ、三者凡退ということで、下位打線とはいえですね、ここピシャッと、切り抜けて、まあ初回のね、あの感じ見ると立ち上がり心配系の、左ピッチャーになりつつあるのかななんていうふうに思いましたけどね、まだまだね、まあ、一勝するまではあたふたする、まあ、そんな、ものなのかなというふうに思いますね。そして今日のポイント4つ目ですけども、3回の裏ですね、左バッターに、西球の宮川投手ということで、2回の裏に野口選手、そして、この3回の裏に森選手にデッドボールということですけど、似たようなですね、ショートバウンドで、まあ、当てるというかかするみたいな感じなんですけど、特に森選手ですね、頼むから、怪我だけはやめてくれということで、デッドボールだけは本当勘弁していただきたいですね。もうここはね、当てたくて当ててるわけではないと思うんですけど、ちょっとオリックスファンとしては心配になりました。そして今日のポイント5つ目ですけど、4回の裏ですね、曽谷投手急変の3連続四球ということで、急にね、別人に曽谷投手がなりまして、ノーアウトから3者連続フォアボールということで、もう完全にイメージが悪いわけですけど、ケース月投手とかですね、小野投手をなんか彷彿させるような、感じでしたけど、まあ、なんとなくですね、メンタルがっていうよりかは、イメージと体がなんか一致していないのかなっていうことで、よくね、野球選手が年齢がこう積み重なって引退するときに、頭でイメージしてるのと体がついてこなくてちょっと引退を決めたみたいなこと言ってますけど、なんかそういうことに近いのかなということで、まあ、思い描いてることと体が言うこと聞かないっていうことで、まあ、なかなかね、そういうところが、あって、ちょっと思ったようなボールが投げれていないのかなと、なんかそんな雰囲気も感じましたね。そして、今日のポイント6つ目ということで、4回の裏ですけど、紅林選手が珍しいプレーということで、これですね、満塁の状態だったんですけど、山野選手がですね、まあ、ショートゴロを打つんですけど、結構まあバウンドしたような打球で、結果ですね、取って、二塁向いて一塁向いてどこにも投げれずにということで、内野安打で1点を、まあ、献上してしまうんですよね。で、あれ完全に、まあ、ゲッツーを迷った結果というか、紅林選手結構珍しいというかですね、あんまりこう守備であたふたするっていうような場面がないので、あれちょっと珍しいなベニというふうに思いましたけども、なんでかなっていうふうに思いましたが、まあ、今日投げているのが曽谷投手ですよ。もう同世代ですからね、もう完全に曽谷
投手を、まあ、意識してというか、勝たせてやりたいと、ワンアウトでも少しでも取りたいと、なんかそんな風にも思ったのかなという風に思いました。曽谷投手の方が一個上なんですかね。紅林選手も、まあ、ある種こう人間なんだなってちょっと改めて、まあ、感じた部分だったので、まあ、ここねちょっと珍しいなという風に思いました。結果ね逆転されるんですが、まあそこでね一つ取ってたらっていうのはちょっとたらればになってしまいますけど、それでもねピッチャー思う、上での、まあ、プレーだったのかなという風に思いましたね。そして今日のポイントは7つ目ということで4回の裏なんですけど、西武の西川選手が躍動ということで、逆転の、タイムリー、そしてセンターでは好守備連発ということで、まあセデーニョのね惜しい当たりも、キャッチングされたりとかですね、まあなかなかセデーニョに関しては打球がめちゃくちゃいいのにショートの正面ついたりとか、こんな感じでね外野のファインプレーに阻まれたりとか、今日もね日本そういうのがあって、打球自体はもう抜けててもおかしくないような、まあ、打球なので、まあ凡退してるからといってちょっとスタメンから外すっていうのはやめてほしいなって個人的には思ってるんですけど、まあそこに西川選手が、まあ、誕生ということで、非常にね強制部が勝ってたら間違いなくヒーローインタビューは西川選手なんだろうなっていうふうに思いましたけども、非常にねバファローズジュニアということもあって強セラで、まあ、躍動していたなというふうに思いました。そして今日のポイント8つ目ですね。5回の表、曽谷投手から源田選手が猛打賞ということで、とにかくですね左打者に強いというのが曽谷投手の、まあ、ストロングポイントなわけなんですけど、そんな曽谷投手からですね源田選手が3本ヒット打つということで、今後ですね曽谷投手、まあ、来年以降ですけどね、に対してこう曽谷キラーではないですかね、田島キラーの住谷銀次郎みたいな感じで本当何投げても打たれる、なんかそんな感じの、雰囲気でしたよね。全く苦にしてないというか、外のボールも綺麗に流すし、普通に打つしということで、まあねルーキーの時からそういうイメージを植え付けさせられると今後にもちょっと影響するのかなというふうに思いましたね。そして今日のポイント9個目ということで、打線が復調ということで、 T さんね今日ヒット打ってましたけど、ね、今シーズンまだね長打がない、ツーベース以上がないということで、ホームランですら、まあ、ないんですが、あと本当長打だけというかですね、まあ低打率でも構わないので、あのちょっとそこのところ長打ちょっと打ってほしいなというふうに思いますし、まあ、なんかパワーがねなくなったんじゃないかというか衰えたんじゃないかっていう言い方もされてますけど、このあたりはどうなんですかね。いきなりこうギュッと力が衰えるのかわからないんですが、まあ久しぶりにツーベースあるいはホームランをですね見てみたいなというふうに思うので、 T さんに関してはあと長打だけなのかなと。一方で紅林選手、宗選手には連続でタイムリーが出るということで、もうほんとね、数週間前まではかなりヒーヒーだった打線がですね非常にこう打ってるということで、この紅林選手と宗選手に当たりが戻ってきたっていうのはすごく大きいのと、特にね紅林選手ですね、もうほんと核となってるので、紅林選手は結構やっぱり好調の時期が長いと思うんですね。宗選手はもしかしたら、まあ、短いのかもしれないんですが、この森と、セデーニョと、トングーと紅林と、まあ、この4人がねかなり核となってるんじゃないかなというふうに思ってるんでね、その中で紅林選手が復調したっていうのは非常に消化試合とはいえですね大きいんじゃないかなというふうに思いました。そして今日のポイント10個目ということで、8回の裏ですけど、森選手の18号ということで、京セラの5階席にぶち込んだのは初めてだそうですね。これまでもうコテンパンに西武時代の時からやられていた印象だったんですが、初めてということで、今日2本ヒットを打つということで、打率2割9分8厘まで持ってきました。5厘ぐらい上げたんですかね。まあこれを見るとですね、残り33本必要なんですね。3割7厘を超えるとするならば33本必要ということで、とは言ってもソフトバンクの近藤さんも今日2の2ということで3割1人まで持ってきてたので、このばっかりはねちょっと難しいですけども、どうなんですかね、ちょっと、33本ヒットってなかなかの、割合で打たないといけないということなので、まあね隠れ首位打者狙えるんじゃないかって今日ね、午前中に更新をしてますけども、まあ果たして森さんが首位打者を取るのかどうかっていうところはね非常に個人的にも、注目をしておりますが、残り38打席で33本ちょっと厳しいかもしれないですね。こう見ると厳しいかもしれないですけど、それよりもやっぱり規定に到達をしてほしいなというふうに思うんでね、まあそこは間違いなくいけるんじゃないかなっていうふうに思うので、あとは怪我だけいかにキープするかだかなと思うふうに思いますから、そのあたりちょっと注目していこうかなということで、今回の内容はですね先ほどまで行われた西武との試合について、お話をさせていただきました。今日で貯金が35、頑張ろう神戸に並ぶということで、すさまじい勢いで勝ち続けておるオリックスでございます。ぜひね今日の試合について何か思うことがありましたら、ぜひコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思いますので、チャンネル登録とツイッターのフォローなどなど何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。